それじゃ、比例のグラフ、どんなグラフになるか分かったところで、次の比例の関係を表すグラフを書きなさい。グラフを書く問題をやっていきたいと思います。じゃ、まずやねんけど、1二三四あるんやけど、この一番を使って比例のグラフの書き方、まあさっきの動画でも大体分かったと思うけど、書き方のステップを話していきたいと思います。まず最初、まあ1番は y イコール 2x を書こうと思ったら何をしたらいいかっていうと、 最初に原点を取ってください。原点っていうのは x0、y0 のこの x 軸と y 軸が交わる点やね。必ず比例のグラフではこの点を通るんやてな。x が0の時に y0 やから必ずこの点を取りますよと。どのグラフでも比例の場合はそうです。そしたら次は何をするかっていうと通る点を取っていきます。 通る点っていうのは何かっていうと、えっと、この式を満たす X と Y の組み合わせ。X 座標、Y 座標のことね。なんかちょっと難しく言っているように聞こえるかもしれんけど、例えば、これは何でもいいです。X が一円と時って、Y って何本こっちらは X 座標やったよね。カッコの左側は X 座標でした。X が一円と時、Y はここに代入したいんだな。二かけ一で、Y は二ですよ、と。 このよういう点を順番に取っていくってことです。いくつか。1で2で、他例えば2の時やったら、x が2やったら y は4やね。このよういう点を取っていきます。で、x が1で y が2ですよと。で、2で4ですよと。まあ、最低原点ともう一個取れば直線やから結べるんやけど、なるべくたくさん取った方が、マイナス1の時はマイナス2ね。綺麗に引けると思います。 えそして、こういうふうに取った点を最後に結んであげますよと。これで終わりです。この書き方のステップ、しっかり覚えてください。点を結んだら終わりですよと。なので、えっと、こんな感じでね。で、大事なのは点から点を結ぶんじゃなくて、グラフっていうのはこれ、端っこから端っこまで、ずっと続いているものやから、 必ずこの座標の端端から端まで、こういうふうに1番、2番、3番、4番っていうふうにいくつか問題が出ているときはこれが1番ですよって分かるように番号を振っときましょう1番のグラフを書くことができましたそしたら今2番です y イコールマイナス 3x これを取るにはまず原点を取るねこの順番通りにやったらできます原点を取りますよとそして通る点を取ります 例えば、x が1のとき、y は、ここに代入したらいいんやね。マイナス3かけ1で、マイナス3になります。で、こっちの2になったらもう、マイナス6になっちゃうから、取られへんやね。こっち側に取ろうか。x がマイナス1のとき、マイナスマイナスで、プラスになるから、3やね。こうなりますよと。この3つの点を、きれいに結んであげよう。綺麗に結んであげましょう。こんな感じかな。 もちろんこれはちゃんと定規を使ってや。これはちょっと今定規がないから、ちょっとぐにゃってなっちゃったけど。こういう感じだね。これが2番のグラフになりますよと。これで完成です。どんどん行きましょう。3番。y イコールマイナス x です。で、マイナス x とってちょっとわかりにくいけど、これは y イコールマイナス 1x のことな。なので代入するときは、x に代入したらマイナス1をかけてあげてください。 まあでも最初は一緒やね。原点を取りますよと。原点を取りますよと。そして、x が1のときは, y は1です、y は -1 です。2の時は、あ、マイナス1やね。ごめんごめん。x が1の時は、マイナス1かけ1やから。こっちやね。マイナス1です、y は。2の時は、マイナス1かけ2です、マイナス2やな。マイナス3。マイナス4。これね。そしたら、こっちも同じように。 取取っってていいききまます。取っていきますそしたらこれを結んであげるねやっぱり点が多いと結びやすいかなと思いますすごいなんかなみなみになっちゃったよこれちゃんと定規で引っ張らなあかんでほんとはよいしょそしたらこれは3番ですよと最後4番いってみようか 4番ちょっとこれが係数が x の係数が分数の時にはちょっと注意しないといけませんま原点を通るのは変わらへんねんけど例えばね、x が1の時って考えたら y は −2 分の1かけ1で1 −2 分の1になっちゃうんやな x が1で1 −2 分の1ってちょっと取りにくいんやねなのでこういう時は x に入れる値を工夫して x も y も 整数にななるような値を取ってください。例えばこの x が2やったら y ってス2分の1かけ2なのできれいにス1になるよなあと4やったらス2分の1かけ4でマイナス2になってきれいになるよなこういう点をとっていくってことですなのでこの場合分母に2がきているから x に2の倍数を入れてあげればきれいなどっちも整数の点がとれるな x が2で y が -1 ですよと。ここです。えそして x が4で y は -2 なのでここですよと。逆で逆やね、こっち側やね。x が -2 の時はプラスの1になりますよと。x が -4 の時はプラスの2になります。これね、これを結んでいきましょう。端っこから結んでいきましょう。これです。 できました。これが4番のグラフになりますよと。グラフの書き方は分かったかなまずは原点を取って通る点をいくつか取っていきます。そして最後に点を線で結べば比例のグラフの完成です。